ばんは。おはようございます。ニュースみたい。7分じゃ忘れてたじゃん。ちょっと遅くなりましてすいません、ね、遅くなりました。はい、まあ、いいすいません。なんか最近あれですね、こう始まり方が定まんないね。どういうこと？え、今なんか今まで始まり方って定まってた？定まってないから、今日だからこんばんはってどういう風に言おうかなと思って今考えたんですけど。こんばんは皆さん。こんばんは。しまった。こんばんは。7分遅れ。はい、7分遅れです。ザカさん、ドレネームさん、皆さん、皆さんね、ええ、先週何したの？結局なんかキリンがどうのこうの。まあなんか絵描いてお茶を濁した的な。お茶を濁した。そういう感じで。先週沢さんの誕生日プレゼントに買ってきたらキリンラーメンがあって、あ、そう、そので、キリンが描けるかっていう話で、まあ入ったらいいんじゃないかっていう。あ、ちょうどよかった。今ここにいるザカスさんとトレーム君か。先週さ、土曜日に何のこっちゃまだ裸で高田ちゃんと陽子のコンサートやったんだよね。で酒飲んでさ、久々に日本酒、うん、おちょっと寄ったので、終わった後に陽子がなんかツイキャスやってた。ツイキャスじゃない、スカイプ、うん、あ、スカイプかな、なんかトレーム君とスカイプかなんかやってたんだよ、うん、へえ。で俺寄っててさ、うん、どうもって言っちゃった後、多分向こうの番組的には割り込んだ形なんだよね、陽子と俺が。で、なんか写真かなんかをやってたのかな。で、なんか番組の進行ちょっと邪魔したような感じしてさ、ちょっと悪いなと落ち込ん、ちょっと、あ、しまったって言いながら思ったけど、謝る機会なかったから謝っとこう。それで、まあごめんなさいってことで。ごめんなさい。俺の会話のことすみませんでした。すいませんでした。あ、のりちゃんどうも。あ、そう、先週は先々週、先々週ね。そうでしたね。はい。おかげで僕は偉い目に遭いましたけど。あのあと先週の帰り、車私運転してたんですけど、横できつかった。きついってすごい訴えてたね、そういえば。なんとなくハッピーバースデーだとかね。そうですね、沢さんのをやってた時に。俺らもあの後のんびそうで飯食って朝5時ぐらいまで行った。きつかった、俺も。互いじゃきつかったってことで。のんびのごちそうが。まあやっぱね、女さんに踊る一人みたいな、いや、それはきついわ、俺絶対やだ。吊るし上げられてる。でもそれで この素敵なほら絵が誕生したわけで。あ、それね。ちょっと見せて、アップを。その時のやつね。そうです。さあさあ、先週女の子3人女性3人に吊るし上げられたって。こちらでございます。誰そんなひどいことするの。さあさん、だって目がキラキラしてましたもん。もう生き生きと。ここぞとばかりに。怖いね、女性。いや怖いですね、本当ね、うん、でしたね。でも、なんだっけ、絵を描く人のことなんだっけ、画商、なんだっけ、巨匠じゃなくて、画伯巨匠、巨匠、画商、画伯、混ざっちゃった今。もう生まれたことだし、よかったじゃないですか。よかった、よかった、坂さん優しいね、とんでもない。あ、ねえ、なんか、いやいやいや、もうなんかね、寄っててもな、覚えてるな、ダメ出し、自分がダメ出しとか舞台でする方だからさ、あ、ダメ出し食らったってなんか、それだけ、内容覚えてないのよ。あれ、ザカさんの声だったっていうだけがあって、うわ、邪魔したっていうだけがあったんだ。どうよ、こヨコちゃん、ゲストコメンテーターだったって。え、誰がヨコちゃんだ。 その流れも知らない。トレーニングのとこに出るとかって言ってたの。へえ、何、すごいね。そこに割り込んじゃったの。スカイプだってやってたの。久米田さん来てたな。のりちゃんが逆にありがとうって言ってくれてる。え、久米田、うん、行くぞ、うん、今度高校や高校。みーちゃんの体調も戻ったわ。うん、戻りましたよ。でも私も飲んでいいのかな、じゃあ。きつかった。私も一緒に飲んでいいの。きつかったお二人じゃないですよ。まあ、きつかったのは僕一人だったんですよね。いや、私だって気を使ったよ。え、
え？何？まるで気を使ってなかった。もう聞きとしてもう楽しくやっちゃった。何も少なかったもんね。いやだって女の子ですから、どっちかっていうと女グループに入りますよ。そうそう、そういうことになる。まあでも面白かったですね。3人はね。3人は。そうでした。まあ今日も何か書くようになるんですか。あ、お腹が空いてる。清水さん、出てくるやつもらってください。はい、今日のテーマです。はい、朝からちょっと東京に2泊3日で遊びに行くらしいじゃん。いいな。まあ遊びにというか、まあ楽器の調整やら何やらね。それもあるんだよ。そうなんですよ。みーちゃんは、はい、まあ僕はとりあえず着いたらすぐやっぱりどっかで飲みに行こうか。はい、じゃあライブ三昧。ライブ三昧。あ、いいな。 Aこれは、あ、もう渡してます。君の分。いやでもなんかそう、楽器が結構ガチャガチャになってたから、よかった明日行けてやって。でもこれ直したんでしょ。直してないよ。毎回調整には出してるけど、今回ちょっとかなりガタが来てて、明日行かないと。すごいな、写真の投稿数が50近くで、それをちょっと、いやもうそんな、もう全然50枚の方が大切ですよ。すいませんでした。はい、やっぱりその鉄道の写真のそういう番組だったんですか。ザカさんってさ、ユーストリームやってこの間からやり始めたんだけど、なかなかね、ソフトな人でさ、喋り方とかも、うん、トレームクはトレームクでなんかキャラクターあるじゃん、もうタレントみたいじゃん。すごい分かりやすい子じゃんな。で、ザカさんはザカさんで物静かで、で、なんか番組を茶化してないっていうの、真面目に淡々とやってる方で、へ、なんか俺らの番組が本当に恥ずかしくなる。茶化しすぎや、酒飲んで勢いね。いやでも本当素敵な顔をするさ。これだからなんか陽子の番組、うん、高田ちゃんとイマジー TV でやり始めたっけ。へ、酒飲みながら、さすがに子供地球サミットのここではできないなっていう番組なんだけど、確かに面白い。タッカッタが燃えまくって。多分何、陽子ちゃんその昭和歌謡はほとんどなんか結構知ってるっていうか、あのやっぱり教えてるのは高田ちゃんとかだけど、高田がやっぱり好きなやつから始まって、高田さん本当に好きなんだよな。ああ、まあ高田さんは好きだよね。で、ギターもバリバリ練習してくるから。へえ。で、昨日この間はね、2人で高田のゲストコーナーっていうのがあるのよ。高田ちゃんのソロコーナーで、高田ちゃんが22歳の別れ歌いたいって言って、しょうがで、これ D のコピーしたい、 D とコピーして、2人で練習して合わせてシャウトしとる、シャウト、高田ちゃん。高田さん歌も好きだよね、歌うことね。まあ、もちろんベースもあるんですけど。あ、沢さんか。昨日は女性3人。はい、今日は実はですね、トレーム君とかがまずご存知の、ありがとうデコイチ歌唱でやってきた。で、あれをどういう形の出口に持っていくかなっていうことを、まあ、相談した結果ですね、実はリサイタル来られた方は分かってるんですが、サプライズでやったディナーのお母さん、まああれはもともとディナーのお母さんが書かれた、うん、まあ、文章、まあ、ディナが、まあ、大病を患ったってことがあって書かれたところから出来上がった、生まれてきてくれてありがとうって、まあ、ありがとうつながりで、うん、どうせだったらうまいことね、インストルメンターだけじゃなくて入った方がテーマもあっていいよねっていう話で、うん、今日はうまいことそのどういうふうに林ちゃんがうまいこと合作にうまいこと持ってくれるかっていうのをダダモデレでコードの確認から。はい、はい、で一応今日今歌詞だけ、あ、歌詞はね、1番俺がまあ作ったんだけど、2番はね、陽子、ほのか、あずみ、みんなが詩の今勉強とかさせてるんだけど、ここから2番、2番から、うん、じゃあ沢さんもちょっと一緒に協力してください。基本的にはこ
ところも C メジャーセブンと F メジャーセブンの繰り返しです。楽曲的にはこのままで C メジャーセブン。あなたが生まれた時 F メジャーセブン。みんなの喜びが F メジャーセブン。いっぱいになった。遊びでメジャーセブンとか入れてたら思い出してさ、あこれうまいことキーをうまいこと合わせばいけんのかなと、まあ、むちゃぶりでハイちゃんのセンスに考えてもらったかな。サックスはそんなこと入れないんだよ。覚えてもらっていい？はい、じゃあさ、一回さ、あの今日2番があなたが背負ったもの受け入れまでには時がかかったよ。あのまああいつが安住とかが作ったこのか安住リオンで作ってもらったやつ、ちょっと適当に合わせてもらえない？さあちゃんにも歌ってもらいたいなと。あ、コード進行はさっきと一緒。一緒。
今適当にやったの、うん、まあ、小坂道のやつをうまいことありがとうつながりでうまいことつながったらかっこいいかなと思って。あ、リバーブちょっと。リバディさん、はい、こんばんは。のりちゃんが伊藤さんのボーカルで笑ってます。あ、サーチャン覚えてる、サーチャンとしてさ覚えてるのちょっと戻ったからね。逆にメロディーも、あ、ありがとう、メロディーも変えてくれもらいたいぐらい。いでもさ、あなたがって立つじゃん、うん、あなたがです。あ、どっちでもいい。あ、間違えた、湿ったことで、あ、湿め切ったところですよ。湿め切ったところ、あずみが締め切った心ってさ、あずみがポンって言ったんだけど、まあ要は心を閉ざすって締め切ったと心に締めるっていうの、両方が重なってた、綺麗なと思ってちょっとあずみを見ちゃったけど、まあ、このまま一応しちゃえばいいかな、とりあえず。これ繋げるってこと、ね、逆に真ん中にさ、この間のああいうのがダーッとあっても面白いかもかな、感想でガラッとあんな雰囲気持ってっちゃう、でまた最後に終わりに、そう、こっち側に、だからここ、このあー、まあでもどうなんだろうね、だからこれ基本的に C と F だから、そう、そうなの、そうなの、あー、そっか、同じか、この前のやつをそっくりしたままやってるだけ、だから感想のところでそっちがメジャーってメジャーになっていく感じがいいよね。そうするとさ、このコードも変わる、これ一音下げれば、うん、そのコード私すごく本当シャープばっかりです、いいことだ、もし変わるなら変わる方が良かったなと思って変わった方がいい、うん、そう、 D と G っていうのが非常にこうだったけど、まあいいけど、そこへ行けるならば、いやいやいや、今は、うん、だからこれが C か、C と F になるでしょ、うん、でしょ、うん、一緒に見ています。さっき伊藤さんありがとうとか E メジャーセブンっていう、 C メジャーセブン、最後は C メジャー、なんかイメージ的にさ、なんか締めっぽくならないように、そこそういう感想かなんかね、そういう風になったらすごくありがとうっていうのが明るくなったらなんかいいなっていうイメージはあるんです。ちょっと変えてくれよって、え、いいと思う、バカされた、そんなことないですよ、いや、いいなと思って金橋さん、こんばんは、久しぶりです。今日はね、昼もギターレッスンのお付き合いをしてます。
き合いいただいたんです。あ、そうですか。いつもありがとうございます。なんか今のなんかお世話になってる旦那さんのクライアントに対してありがとうございます言ってる。そんなあまり深い意味が嫁さん気取りの言葉ちょっとさ、何ですかそれで、クレダはちゃんとお前つぶやきを一生懸命やったければ合コン連れていかんぞ。そうですよ、クレダさん島田行こう、暴さんぞ。クレダさんもう髪伸びちゃいました。第2、もう一回切ったりとかしないですか。いや、もう一回切る前に、いや、もうこの決めてからバシッと。ああ、なるほど。次はね、ソフトモヒカで清水さんが無理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 ってひどい。清水さん、コーヒーできた。あ、もうそろそろ大丈夫だと思います。しょうちゃん、お前キャットル持ってきたから取り来いよ。まだ調整するよね。あ、そうか、さあさんがスケジュールはさあさんと調整でまいります。いらんこと言ったら怒るじゃないか。しかもね、あ、そうだ、久米田さんもみあげ作ればソフトモヒカも可能性あるんじゃないかな。 OK、じゃあ久米田、もみあげ、もみあげ、もみあげとかどうあげる。あ、じゃあもみあげある。まあ、そのまま伸ばしてるやん。もみあげ今ヘルペスもあるけど、ヘルペスもあるけどね気になってしまうからしょうがない。まあ、もう治りかけ。はい、治す。私はなったことがないです。あ、で、電車から、電車の中なんですね、木場さん。まだお帰り途中。ね、あ、目だ。木場さん、つぶやいてくれますか。え、頭で。なんか電車の方は今日は大丈夫でしたかね。一日天気悪いとね、すぐ止まっちゃったりとか、遅れが出たりとか。長野も今日雷すごかったしね。長野とまた都内とは電車の都合も違い、都合もね、そうですよね。どうしよう、この間のみーちゃんのやつとどこでうまいこと入れるかだよね。でもまあ、そのどっか間に入れるしかないよね。いきなりアブカルボに入れてもしょうがないもんね。そのなんかさ、入れなんかメロディーのテーマっていうか、あ、何だったっけ、ギターの方だったかな、なんかいいなと感じた俺、なんか覚えてるメロディーがあって、それ前奏にうまいこと持ってこれないかなと思ったんだよな、この曲の前奏に。うん、もうすごくわかりやすかったんだよ。あ、でもちょっとコードが違う、こっちがもうマイナー系なんで、うん、あれなんだけど、あいちゃんだとうまいことやってくるかなと思ったんだね。トゥイーン、なんだったかな、なんか同じことばっかり俺やってなかった。うん、ずっとやってた。忘れちゃった。あれみたいね。あれ、なんてやけ。イマージュかなんかに入ってるさ、この曲じゃない。何イマージュって。あの CD。そう、そういう長音が入る感じがあるんだけど。イマージュって何っていう CD、イマージュ。イマージュってあるじゃん。オムニバス、そう、の CD。全部あるじゃん。あ、本当ですか。ジャンジャガジャンジャンジャガジャンジャンジャガジャン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 っていうのなんか、それハッピークリスマス。前 D と G ばかり。前は D と G。 あ、高田さん、こんばんは。こんばんは。それクリスマスでしょ。
そこでなく、なんかそういう感じの雰囲気はいいかもしれないですよね。はい、高田さん、はい、そういう感じを入れるってこと？こっちが今これが曲のやつなんだけど、でも頭こうじゃないと難しいか。で、後半でこの間のありがとうデコイチみたいな感じをガーンとも感想でなんかエッセンス持ってこれて、でもそのそれでそのなんかこう今みたいなそのメロディーのやつをイントロ作っちゃえばいいんじゃない？それはこれでずっとやってるの？ C と F でやってるの？Thank you.
今のどれ、バーンと終わっちゃったの。あ
少し音を動くような感じでね、うん、全然でもいいと思うね。頭で決めちゃおうか。え、そのきっかけ、はい、入るきっかけ、今の最初適当にやってるよ。前奏がとりあえず今ので、今ので適当適当。適当。だからもう伸ばすのはここだね。この C メジャーセブンのところで。こっちね。これ作詞に書いてある。うん、これ A メジャーセブンがここまでの。うん、あ、こういうこと？これ。前奏。どう？うん。最初から入らないで、そのなんかジャカジャカがあって。あっという間に行こうか。じゃあ、ギターの。やってて。っていうこと？なんかポーンとかポーンとかなんか入るといいんじゃない？ポーンとか適当にやってって。レベルを下げた方が良いかと思います。ありがとうございます。腰が一小節が入る、そうだね、一小節分入れて、thank you.
節だね、イントロは。こっち簡単だから、俺がそっちやったらさ、あいつがこうやって、なんかそれぐらいの方が嬉しい。あー、はい。そこからサックス入ってくる。ああ、うん、あ、今さっきの感じだとイントロそのカッティングで4小節、私で4小節でもう歌。もうちょっと。もうちょい長い方が。今の今の。じゃあサックスいきなり入っちゃえばじゃあ。せーので。うん、あもう一回、はい、そのハーモニクスも僕ちょっと入れます、せーの、もう少し肉付けして肉付けしたいな。さあ、さあちゃん、メロディーちょっとやっと、ね、イントロね、うん、でもあんまりこの伸びみたいなものはある感じは変えないのがいいでしょ。ここは伸びた方がいいけど、うん、後ろはちょっとだからここは なんかもう少し前に経由する感じな、どう動きを入れる感じ、くどいな、これいっぱいになったよ。デコイチのメロディーをちょっとうまいこと持ってこいだもんね、うん、感想にじゃあまた、うん、そうだね、感想遊ぼうよね、うん、じゃあ感想も感想はドラムテックに行ってさ、構想のとこでさってもういきなりこだわりみたいにメジャーに飛んでいかない、もう。あ、でも同じだけどずっと。あ、ほんと、うん、すごく明るくいきたいなってことで最後。後半それでもう一盛り上がりとか。盛り上がり、そうそう。ああ、そんな付け足しちゃっていいの？うん、いいよ。後半。一旦終わるけど、インストで盛り上がるみたいな。そうそうそう。また歌に戻るとか？戻らない。戻らなくていい。あ、せめて戻るとしたら、ありがとうのメロディーだけを明るいありがとうに変えちゃうみたいな。なんか今、ありがとう。ありがとうって言ってるところのありがとうだけがな、かっこよく。じゃあ感想はこの感じのまんまさ、なんか残して、感想は伸ばしていけば、ずっとこの、うん、雰囲気で、このだけでいいもんね。これソロ入れれるギター回したらいいよね。それはその最初の2コードでずっとやってる感想が、thank you.
ってね、それぞれがさ、ソロ、ギターのソロがあって、サックスソロがあるとするじゃん。で、電車じゃないけどさ、両輪がピタッと合う瞬間がユニゾンでさ、なんかの分かりやすいメロディー、二人でさ、ベベベって、ちょっと長い、メロディーが最後だけ、タタタタタ。ああ、ユニゾンになる。ユニゾンになって、あって、ブレイクで、ラップもめちゃくちゃかっこいいから、それぞれが2人のソロがあって、で最後に2人がピタッと決めが入って、決めが入る、入って、でそれがタタ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 ちょっとこれもうこの後もまあだいぶ当てもいいよね。っていうなかなか構成いかがでしょうか。いいね。なあそこでリーチャーとハイチャーとそこでがユニゾンでピタピタピタッと、ちょっとハイビギが合うとかっこいい。だからその感想の、例えばギターソロがあってサックスソロがあってみたいなのでいいんだけど、その後にさ、なんとなくワンコーラス分ぐらい2人とも弾いてる時間の感想みたいなのがあるのかもしれないよね。好きに好きに好きにそれぞれが で最後の決めだけ決めといて、そうそのそこへ持っていくっていうのもありだよね。あ最初は普通に自分ソロで、そこはもう別に決めるんじゃなくて、お互いのソロを、まあ、毎回変わればいいと思うんで、で、だんだん、で、だんだん見せるっていうのは、で、そのまま2人が会ってソロが、まあ、要はギターから始まってサックスだったら、まあ、ちょっとサックスの後にもうギターも入ってきました、で、暴れてます、で、最後の決めがあるみたいとあって、ブレイク、ポンみたいな、っていうようなことです。あ、いいね、かっこいいね。だから先にギターソロがあってさ、サックスソロがやって次がサックスソロだとして、その中にも入ってきてもらって最後決めにするっていうのもいいんじゃない。なんとなく、なんとなくもう音を混ぜててもらって、あれをさっきから思い出したんだよね。ボン、なんだっけ、長い曲、タララ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 、ただだただだってなんだっけ、ホテルカニファイアあれのラララダララ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 ラみたいな、ああいうあの感じをちょっとね今思い出した。ツインの言いたいことはわかるよ。全然違うけどね、超メジャーなところにいきなりドマイナー。ドリカムのダガ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 、忘れた。あの最後の包丁とか好きだよ、あれ盛り上がりますよね。なんかいらんわ。だってあれだって結構長い構想じゃんね。もうずーっとああいうなんか最後構想が長い。まあホテルガニアといい天国への階段といい、やっぱり名曲だよね。うん、すごいよね。じゃあ最後そういう風にしちゃう。ありがとう。この土見てないかな。あ、できそうな感じ。Thank you.
そう、まあ、じゃん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 みたいな。もう少しレベルを下げた方が良さそうだって。はい。本当かよ。絶対違うと思う。アーカイブで見ても。なんかすごくいい曲いい曲っていうか、なんかこう詞がかっこいいし、ね、一回だけさわちゃんに覚えてもらいたいからやって終わりますか。はい、じゃあさっきのイントロを使う、シミさんも覚えてる、はい、同じパターンで感想適当にやりますか。サビ最初からサックスで入る、はい、
それではこの曲のレゴイチもちょっと入りつつなコラボ曲ということで、そしたらあの愛ちゃんと一緒にやってるギター教室の子たちの発表の場にもなるから、あ今しこれ最後まで完成させる。でこれアーカイブ見させてこれに合わせて詩を書くとかできるし、ちょっと嬉しいな教材的にも、うん、ありがとうございました。はい、じゃあ清水さん次の番宣を。はい、次回は、5月31日の木曜日、広報番組再放送を21時からお届けいたします。で、6月の2日は、子ども地球サミット2012広報番組が、19時からあります。皆さん見てください。はい、はい、じゃあ今日はちょっとお絵かきタイムはなかったですけどもね。最後じゃあやってくれよ。あれでしたけど違う。ないいや今日のところは頼みますよ。ないない何終わんないよ。そんなことないじゃないですか。さ終わりましょう皆様。このお絵かきタイムのノリだけ俺まだ意味わかってないんだよね。あれは偶然の産物で。で今日はみーちゃんが画伯の日だと。うん、うん、別にないの。それは継続は特になくて。なんだ書けばいい。私の絵はちょっと宿泊の絵にやっぱり加えるような感じですよね。あ、まあ、最終的に私がキリン描ける。キリン描きましたもん、この前顔描きました。描いた私が顔 目だけ描いた。目あれでもあキリンだったよね。キリンそう。え、馬じゃないの。キリン描けてたよ。描けてましたね。豚とか描ける。豚は鼻だけ鼻動物描ける。熊とね犬がねみんな一緒になっちゃうんですよ。私描けるってことは自慢。ちょっと自慢今なんでさ、やばい、うまいなちょっと伊藤さんさあ終わりまだやろうかな。はい俺全然描ける。伊藤さん絵上手そう。よく言って、もうコンプレックスとかだめだけど絵全然描けないよ。なあ子供地球サミットの描ける。うん、ちょっと伊藤さんの絵に交互して。俺もう絵になんねえよ。キリン難しいよ。いや、林さんのもなかなか味が出てなかったね。うん、ね、なんかどこがどこか分からない。そう、最初さ、全然分かんなかった。目だと思う。違う、なんだっけ。目だと思ってたところが眉毛だったんだよね。あ、じゃあ耳だと思ってたところが耳かと思ったら、ま、そう眉毛か。眉毛だったっていう。でもなかなか味が出てよかったんですよ。はい。はい、じゃあ今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また再来週の音の初むにまで、はい、までとか言っちゃった、まあ、東京気をつけて行ってきてね。 ありがとうございます。せいぜい飲んでくれてきます。いいな、なんか悔しくなってきた。さあ、飲んだくれよ。してくださいありがとうございます。はい、はい、それではせーの、まやねー。愛してくれて